で、その後、まあ、あのフルサイズになるわけですが、まあ、私はご多分に漏れずイタリアン、イタリアンだと素晴らしいっていう、まあ、あの先生方やその頃の評判で新作を買ったんですが、まあ、音は確かに明るいんだけど、その頃そういう情報ってどうやって出てたんですか？いや、それはどうなんですかね。やっぱその世間的な風潮だったり、うん、そういうなんか、なんていうんですかね、伝聞じゃなくて、なんていうんですかね、その評判というか、まあ、イタリアの楽器はいいよということですよね。だから私もなんとなくイタリアっていうのはいいんだなと。それは何年前なんですかね。それはもう30年前ですけれども、うん、っていうと、まあ私は田舎に住んでたからっていうのもありますけど、っていうか、まあその頃はバイオリンに、まあ、あまり離れてない時期かもしれないんで、ただあのイタリア新作っていうのがまあいいんだっていう話はあったんですか、じゃあ。そうですね、まあ新作だからというよりもやっぱりイタリア、多分それは単にあのそれこそストラドとかそういうオールドのあの頃の楽器がいいからイタリアはいいんだみたいな、うん、